石原智子さん。おはようございます。沖縄自民党会派の石原智子です。コロナウイルス感染予防対策で県知事をはじめ職員の皆様方、県民の健康安全のため日夜奮闘され大変ご苦労様です。今県経済の悪化により県民生活大変厳しくなっております。県はそのような状況を一日も早く払拭していただき、玉城知事が目指しています誰一人取り残さない社会づくりを実現していただきたいと思います。それでは通告書に基づき一般質問をいたします。1、教育行政について。本県教育目標には幅広い教養と専門的能力を培うとともに高い公共性倫理性を保持しつつ、時代の変化に合わせて積極的に社会を支え改善していく資質を有する人材を育成するとしています。次のことを質問いたします。1、難関国立大学を目指す生徒のニーズに応えるため、これまでの取り組みと成果について伺います。2、難関国立大学合格者と九州の同規模県と比較してどういう状況なのか伺います。3、高陽高校への中高一貫校教育の導入についての見解を伺います。4、高陽高校の登下校時の交通混雑緩和のための対策はどのような対策を講じているのか伺います。5、特別支援学校幼児部については地域の幼稚園での支援が困難な幼児を対象として受け入れ等をしておられると思いますが、受け入れ体制は十分なのか伺います。6、次期県立特別支援学校編成整備計画、県立高等学校編成整備計画の取り組み状況を伺います。2、保育母子保健等について。県は待機児童の計画的な解消や多様なニーズに対応した子育て支援保育サービスなどの充実を図るとともに、市町村と連携し質の高い幼児教育保育の提供に取り組んでいくとのことであります。次のことを質問いたします。1、保育所への入所にあたり特別に配慮が必要な子どもたちへの加配保育士や看護師を配置するための人件費などの県や市町村の取り組み状況を伺います。2、医療的ケア児とその家族へ適切な支援を届ける医療的ケアコーディネーターの育成や市町村での配置状況について伺います。3、妊娠期から子育て期にわたる支援をワンストップで行う母子健康包括支援センターの全市町村への設置に向けてのどのように取り組みをしているのか伺います。4、児童虐待予防のため養子縁家庭を早期に発見し支援をすることにより育児不安や育児困難から子どもを守る取り組みとして全戸訪問事業がこれまで実施されてきております。コロナウイルス感染拡大の予防対策をしながら県や市町村はどのような取り組みをしているのか伺います。5、
放課後児童クラブの待機児童解消を2023年度までに解消するとしていますが、課題解決にどのように取り組まれているのか伺います。3、新型コロナウイルス関係について（1）、新型コロナウイルス感染症の影響等により住宅を失った者に対する県営住宅への一時入居の随時受付が6月16日から当面の間ということで実施しておりますが、現在の入居状況はどのようになっているのか伺います。（2）、県営住宅家賃の再認定及び減免の状況について伺います。（3）、住居確保給付金についてはどう支給額が実際の家賃を下回る方々に対して県独自の支援給付金を支給するということですが、これまでの支給状況を伺います。（4）、我が党の代表質問との関連について、ザハはじめ県議が行った5教育、文化、スポーツの振興についての（2）、第2波は学校においても感染者が出るなど児童生徒の感染予防対策の徹底が求められた。第1波の反省を踏まえ、学級担任の負担軽減やスクールカウンセラー、就学支援員等の適正配置等の対策は取られていたかに関連しまして、長い休校中、勉強に集中したこと、生活の乱れにより勉強に集中できなかった子がいたと聞きます。生活等の乱れにより勉強に集中できなかった子どもたちの問題行動等はなかったか、実態と今後どのようなことに留意すべきと考えているか伺います。答弁を聞いて再質問を行います。知事、玉城デニー君。石原智子議員のご質問にお答えいたします。保育、母子保健等についてのご質問の中の（2）、母子健康包括支援センターについてお答えいたします。妊娠期から子育て期まで切れ目なく必要な支援が受けられるよう、母子保健と子育て支援の施策を一体的に提供する母子健康包括支援センターの役割は重要であると考えております。センターを設置している市町村数は、前年度末には6市町村でありましたが、今年度末には合わせて21市町村まで設置が進む見込みとなっております。沖縄県としましては、保健、医療、福祉の連携や機能強化を行うとともに、市町村ごとの課題に応じて支援等を行い、妊産婦、乳幼児等がどの市町村に住んでいても安心して健康な生活が送れるよう、全市町村への設置に向けて取り組んでまいります。なお、南城市は今年の7月からすでに開始をしておりますし、八重瀬町においては2021年度から設置予定とのことであります。その他のご質問につきましては、部局長から答弁をさせていただきます。教育長、金城博正君。1、教育行政についてのご質問の中の（1）および（2）、南関大学国立大学への取り組みおよび九州各県の状況についてお答えいたします。（1）と（1）2は関連いたしますので恐縮ですが、一括してお答えさせていただきます。県教育委員会では、県外国立大学等への進学者を増やし、大学等進学率の改善を図るため、生徒を県外の南関大学等へ派遣し、
生徒の学習意欲の向上を図るとともに、教員に対しては先進校視察や教員指導力向上プログラムを実施するなどの取り組みを行ってまいりました。また能力があるにもかかわらず経済的な理由で県外難関大学等への進学が困難な生徒に対しては県外進学大学生奨学金事業を実施するなど支援を行っております。九州各県の難関国立大学合格者数は公表されておりませんが、本県の県立高校においては平成26年度が25名、平成27年度が28名、平成28年度が19名、平成29年度が22名、平成30年度が28名、令和元年度が44名となっております。今後とも生徒の高い学習意欲を継続できる効果的な学びの機会を提供し、大学等進学率の向上に努めてまいります。同じく、一野かっこさん、高陽高校への中高一貫教育導入についてお答えします。県教育委員会では、これまで難関国立大学等への進学を目指す生徒のニーズに応え、本県を牽引し、グローバルに活躍できる人材の育成を図るため、那覇南部地区に開放中学校、中部地区に休養中学校を設置しております。現在、北部地区の人材育成及び教育環境整備の観点から、中高一貫教育校の設置に向けて取り組んでいるところであり、那覇南部地区への設置については、各校の実績や課題も見つつ、県全体や地域の状況等を踏まえ、検討する必要があると考えております。同じく1の括弧4、高陽高校の交通混雑緩和対策についてお答えします。高陽高校においては、登校時は迂回路を設定し、下校時には校内乗り入れを許可するなど、交通混雑緩和に取り組んでおります。また、学校周辺から苦情を受けた際には、随時保護者へ状況をお伝えし、交通混雑緩和のための対応について協力をお願いしております。県教育委員会としましては、引き続き学校安全に係る研修会等を通して、各学校の取り組みの情報共有を行い、より効果的な登下校時の交通安全対策等が図られるよう努めてまいります。同じく1の括弧5、特別支援学校幼稚部の受け入れについてお答えいたします。幼児期においては、障害のある子どもとない子どもが地域の中で共に成長することが大切であると考えております。特別支援学校幼稚部は、市町村の幼稚園等で支援が困難な幼児の教育を行うとともに、保護者の養育支援やセンター的機能として、市町村の幼稚園等における教育を支援する役割を担っております。入学選考においては、知的障害の程度を把握するための発達検査や、保護者の保育参加の可否などを総合的に判断し決定しております。幼稚部に入学ができなかった幼児に対しては、定期的な保護者との教育相談等を行うとともに、在籍している幼稚園等へ幼稚部の教諭が訪問するなど支援を行っているところであります。県教育委員会としましては、今後とも市町村、関係部局と連携し、障害のある幼児の教育の充実に努めてまいります。同じく1の括弧6、次期編成整備計画についてお答えいたします。県立特別支援学校及び高等学校編成整備計画は、学校の設置及び統廃合など、教育環境の充実を図り、生徒、保護者にとって魅力的な学校づくりを推進することを目指して策定しております。現計画は令和3年度までとなっており、次期計画等の策定に向けて、現計画の総括や学校保護者等に対してアンケートを実施しているところであります。次に4、我が党の代表質問との関連についてのご質問の中の括弧1、コロナ禍における児童生徒の問題行動についてお答えします。コロナ禍による休業期間中、さまざまな状況下において、不安を抱えながら過ごした児童生徒がいたことは認識しております。県教育委員会で行った調査によりますと、学校再開後の問題行動として、コロナに関連するいじめの報告が上がっております。校種別では、小学校7件、中学校5件、高校1件となっております。これらを踏まえ、各学校においては、学級担任や養護教諭等による教育相談やアンケート等を実施し、児童・生徒の些細な変化や行動等の観察に努め、いじめ防止に対する講話や人権教育の授業等を行っております。県教育委員会としましては、スクールカウンセラー等による支援など、引き続き学校と連携し、児童・生徒の心のケア等に努めてまいります。以上でございます。
子ども生活福祉部長、名戸山明子さん。保育・母子保健等についての中の括弧1、保育所入所時の特別に配慮が必要な児童への対応についてお答えいたします。市町村における障害児保育に要する経費は、地方交付税として措置されており、市町村単独事業として、加配保育士の配置等が行われております。保育所における障害児保育が適切に実施されるためには、市町村からの財政支援や保育士確保等が重要であることから、県では市町村が実施する保育士確保に向けた取り組みを支援するほか、交付税措置の増額がなされたことを踏まえ、補助の充実を図るよう働きかけているところです。また、障害児保育にかかる十分な財政措置を、九州各県児童福祉士官部長会議を通じて国へ要望しているところです。同じく、括弧2、医療的ケア児等コーディネーター育成及び市町村での配置状況についてお答えいたします。医療的ケア児の支援にあたっては、保健、医療、福祉、保育等各分野との連携が重要であることから、県では医療的ケア児等コーディネーターの養成研修を行っており、これまで77名が研修を修了しております。また、令和2年9月現在、8市町村において16名のコーディネーターが配置されており、県としましては市町村に対し、引き続き配置を呼びかけていきたいと考えております。同じく括弧4、全戸訪問事業についてお答えいたします。乳児家庭全戸訪問事業は、令和元年度において、県内すべての市町村で実施されております。今年度は新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、その対策を講じつつ、保護者の意向に配慮しながら行っているところです。県では、当事業の費用を補助するとともに、訪問員の専門的知識の習得と資質向上を図るための研修を実施しております。今年度は時節を捉え、家庭訪問時における新型コロナウイルス感染症予防を研修科目に組み込んでいるところであり、今後も全戸訪問事業により、乳児家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全な育成環境の確保に努めてまいります。同じく括弧5、放課後児童クラブに登録できない児童の解消についてお答えいたします。県は沖縄振興特別推進交付金を活用し、平成24年度から令和元年度までに、市町村が行う公的施設活用クラブ13市町村、38箇所の整備を支援したところです。また、学校等公的施設を活用した放課後児童クラブの設置促進に向け、コーディネーターを配置するなど、学校や市町村教育委員会が不安なく事業に努力でき、失礼いたしました、事業に協力できるよう取り組んでいるところであります。県としましては、引き続き市町村が行う公的施設活用クラブの施設整備や運営費等に対する支援を行うことにより、登録できない児童の解消に取り組んでまいります。次に3、新型コロナウイルス関係についての中の括弧3、沖縄県住居確保支援給付金の支給状況についてお答えいたします。県では、離職などにより住居を失った方、または失う恐れのある方を対象とした生活困窮者住居確保給付金の支給決定を受けた方のうち、実際の家賃額が当該支給決定額を超え、自己負担が生じている方を対象に、さらなる家賃負担の軽減を図るため、3万円を上限額として、県独自の上乗せ給付を行っているところです。この沖縄県住居確保支援給付金につきましては、令和2年9月18日時点で1439件、約3776万円を支給決定し、現在も随時申請を受け付けているところです。県としましては、引き続き関係機関と連携し、生活に困窮する方々が適切に支援につながるよう取り組んでまいります。以上でございます。
土木建築部長上原国貞君。3、新型コロナウイルス関係についてのご質問のうち、1、県営住宅への一時入居の状況についてお答えいたします。県営住宅における新型コロナウイルス関連の一時入居について、当初34戸を確保し、6月から募集を開始しており、8月末までに59件の相談を受け、4件の入居を決定しております。次に3の括弧に、県営住宅入居者の収入再認定及び家賃減免の状況についてお答えいたします。令和2年度の4月から8月末までの収入再認定の件数は402件、家賃減免の件数は571件となっており、前年度と比較すると収入再認定は39件の増、家賃減免は308件の増となっております。以上でございます。石原智子さん。石原智子さん、はい、では教育長の方に再質問させていただきます。先ほど難関国立大学合格者で、この数字は公立の高校のみの合格者でしょうか。それと確認ですけれども、令和元年は44名の合格者ということでしょうか。教育省、金城弘正君。はい、お答えいたします。県立高校のみの数字です。答弁させていただくのは、でまた令和元年度44名ということになっております。以上でございます。石原智子さん。まあ、なぜそれを聞くかと申しますと、以前この中高一貫校に向けて26年27年と県議会議員の方が質問されております。九州各県との難関合格者の数をですね、まあ、その時に27年7月の小谷博史県議が一般質問の中で、九州の国立公立高校で難関国立大学に受験し合格した沖縄県の公立高校の現役生は15人だったということなんですけれども、まあ、その時私立の高校は42名の合格者を出しております。これは県政統計表に載せてある資料だということですけれども、まあ、今回のこの数値、令和元年44名のその合格者を出したということは本当に素晴らしいことだと思います。それもやはりこれまでその教育委員会のさまざまな事業を展開した結果だと思っておりますし、以前今年度の補正予算で新学力グレードアップ事業でしたか、その減額なっておりましたけれども、今年度はその新学力グレードアップ事業というのは実施、コロナ禍の影響で実施はされないということなんですけれども、令和元年度まではどのような状況であったんでしょうか。答弁をお願いいたします。休憩いたします。
再開いたします。教育省金城弘正君。はい、お答えいたします。まずちょっと平成25年度のちょっと数字把握をしておりませんけど、まあ、県全体でですね、まあ、令和元年度は、県立公立は県立私立合わせて81名になっております。で、県立44名で私立37名で、ここ数年間私立が多かったんですけど、令和元年度は県立がですね、私立を超えたというふうな状況になっております。また新学力グレードアップ事業でございますけど、平成31年度、まあ、令和元年の実績でございますが、まあ、1年生を160名、2年生を171名、合計331名をですね、まあ生徒資質の能力向上ということでですね、事前の学習会ですとか、まあ、研修会で、大学への訪問とか、そういったことをさせていただいたところでございます。まあ、令和2年度は議員ご指摘のように、新型コロナでですね、中止になっているところでございます。以上でございます。石原智子さん。まあ、本当にこの令和元年44名という数字は、大変30年と比較すると、大幅に合格者数が増えておりますけれども、その要因とは、教育長はどのようにお考えでしょうか。教育長、金城弘正君。はい、県の方ではこれまでですね、沖縄を牽引する、生徒を、増やしていくということで、各種の取り組みを進めてきたところでございます。まあ、人にはこの取り組みの効果もあると思いますが、やはり児童・生徒がしっかり頑張られた結果がですね、このような形で、まあ難関大学の方への合格者が増えたというふうなことになっております。引き続き、まあ県教育委員会としましては、取り組みをですね、さらに進めていきたいと考えています。以上でございます。石原智子さん。教育長、次に質問を移りますけれども、沖縄県4系新学校と言われている高校が4校ございますけれども、この今回私が取り上げた紅葉高校につきましてもですね、新学校として誇りを持って子どもたち先生方も頑張っております。やはり4系と新学校としてその誇りを持つこの学校、今開放高校、休養高校と中高一貫校として体制になっております。この4校、やはり同じ土俵に上げていただいて、同じように環境を整えていただき、その4系新学校としての誇りを持たせていただけないでしょうか。ぜひともこの教育にも一貫性を持たせて、その時々で変わるのではなくて、この4系新学校として設立したのであれば、そのように環境をぜひとも整えていただきたいと思いますが、教育長、いかがお考えでしょうか。教育省、金城弘正君。はい、お答えいたします。先ほどご答弁させていただきましたけど、紅葉高校ですね、失礼いたしました、開放高校、休養高校では、中高一貫の教育をやっております。ただ一方で北部地区については、やはり中南部への県立進学、いわゆる4系含めてですね、生徒が毎年、50人程度は、流出しているというのが課題となっているところでございます。で、北部においては人材育成、それと教育環境の整備の観点から、県としましては、中高一貫校の早期の設置に向けて取り組まさせていただいているところでございます。一方、紅葉高校の方でございますけど、紅葉高校も当然進学校ということで、頑張っていらっしゃいまして、令和元年度の実績を見ますと、国公立大学で131名と。で県外で48名合格と、で今年度は、今年度というか、3月ですね、では難関大学校も合格者が出たということでございますので、しっかりそういった取り組みはですね、進められているというふうに認識しています。以上でございます。石原智子さん。
続いてですね、紅葉高校、先ほど登下校の、自家用車でもって登下校をしている方が543人おります。その、自家用車を利用して登下校をして校門の周りを迂回をしながらやってますけれども、やはり地域住民の安全面とかですね、そういうのも危惧しております。やはり近隣のですね、その空き地をですね、賃借をして登下校の安全、子どもたちの安全と、地域住民の安全を確保していただきたいと思いますが、そこら辺教育長はどのようにお考えでしょうか。教育長金城博正君。はい、先ほどもご答弁させていただきましたけれども、紅葉高校は朝の方ですね、国道の方ですかね、だいぶ混雑があるということで、学校においては、登校時には迂回路、学校の中に入ってですね、迂回路を設定しています。ただ、朝の回答があってですね、ちょっと時間の制限があるというふうにも聞いているところでございます。また下校時には当然ながら校内乗り入れをさせていただいて、交通混雑緩和に、努めているところでございます。またやはり今、議員ご指摘のように、地域との関係もございますので、八重瀬町ともですね、連携しながら、安全標識の設置ですとか、横断歩道の設置依頼などを行ってですね、これにつきましては、県警の方ともですね、八重瀬町が調整されまして、歩道の設置についても、前向きな検討、回答が得られたところでございます。で、議員の方から、雇用ここ前の民有地ですね、についてでございますけど、学校用地の購入、また借用につきましては、学校教育上の、真に必要なものであるかどうかを十分に検討した上で、購入あるいは借用をする必要があるというふうに考えております。残念ながら、現在、学校用地の購入については、個人からですね、借用しているものを、予算の、関係もございますけど、優先して開業を進めさせているところでございます。公用高校に隣接する土地の購入につきましては、その必要性も含めてですね、職業も含めまして、十分検討していく必要があるのかなというふうに考えています。以上でございます。石原智子さん。教育長、次期学校編成整備計画等もですね、こういった今、アンケート調査も実施をしていくということなんですけれども、ぜひともその地域の声も聞いていただいて、整備計画に反映させていただきたいと思います。そしてまた計画は策定するだけではなくて、必ず実施して実現していただきたいと思います。では時間があまりないんですけど、2番の保育募集検討についての、1番の保育所の、特別に配慮が必要、関配保育士、障害児保育を実施、部長がおっしゃったように、やはり地方公税に反映されているということはよく知っております。そして各市町村もその独自でもって障害児保育の補助金等を実施しております。その中において、待機児童解消、そしてまた保育士がなかなか見つからない状況の中で、その現場、保育所の方はですね、0歳児の入所を抑えながら、保育士を確保して、加配の方に回している実情もあるわけなんですよ。そうしますと、0歳児の保育士1人当たりの単価というのは15万以上ありますよね。保育士0歳児3人に対して保育士1人、そうすると運営費の単価がだいぶ大きいんですけれども、その加配保育士を1人1対1でつけると、その額というのはだいぶ下がると思います。そうしたときにですね、各その保育所の現場の方におきましては、運営費が本当に赤字覚悟でもって、何人かの子どもたちを加配をし、保育士を、加配保育士をつけている現状であります。市町村としても、その独自の保育所の民営化を図りながら、さまざまな政策を取りながら、予算を確保して、そういった
補助金等を支援している状況ではありますが、やはりこの沖縄県待機児をなかなか解消見込みがない状況の中においても、この配慮が必要な子どもたちの対応は待ったが待ったなしなんですよ。そこら辺を県の方もよくお考えになっていただいて、その県単独でもよろしいですから、その障害児保育に対して何らか の人件費補助支援等を予算確保していただきたいと思います。まあ、国の方に訴えているとおっしゃいましたけれども、それではもう待っていられないんですよ。今の沖縄県、これだけの待機児童解消、数字を追っかけている場合ではなくって、その待機児童の一人一人は子どもたち一人なんですよ。そして一人を受け入れるためにも子どもたちにもさまざまな課題がありますし、その一人一人を安心して預けられる、まずは預けて育てていきたい保育所の施設の現場の方も皆さんよく回ってみて意見を聞いてほしいと思います。保育現場も大変頑張っております。市町村も大変頑張っております。そこら辺を県としても単独でもって県予算を、また何らかの県予算を確保していただきたいと思います。ご意見を伺います。子ども生活福祉部長、謎山明子さん。待機児童の解消に向けては、市町村にも大変ご努力をいただいているところであり、県としましても待機児童解消支援基金という県単独の基金を設置いたしまして、市町村の取り組みを後押ししたしてきたところでございます。議員がおっしゃいますところの保育士が不足しているというところの課題に関しましても、この待機児童解消支援基金を活用して、市町村の保育士確保のための事業をまた支援していくような、市町村負担分に対する支援をしていくような仕組みも作ったところでございます。また障害児の受け入れに関しましてですが、先ほど答弁の中でもありましたが、地方交付税の額が拡充をされたということを丁寧にお伝えしながら、市町村に対してもさらなる受け入れの充実を求めているところではございますが、県の方といたしましては、待機児童になった障害児の受け入れに関しましては、この待機児童支援基金を活用して、保育士さんの確保等に充てて、いただけるということで、令和元年度でいきますと、名護市と八重瀬町にそのような活用事例もあったところでございます。引き続きさまざまな取り組みを通して、障害児の受け入れの充実、そして待機児童の解消、保育の質の向上に取り組んでまいりたいと考えております。石原智子さん、休憩してください。休憩いたします。再開いたします。石原智子さん。続きまして、医療的ケアコーディネーターの育成、配置状況ということなんですけれども、今回私がこの質問をしたわけはですね、実はそのコロナ禍の状況の中で在宅で医療的ケアが必要なお子さんを育てている保護者からのご相談があったわけですよ。やはり今本当にそのお母さんたちがこれから保育所の申請時期、また幼稚園の申し込み時期になりますので、ぜひともその医療的ケア児の保護者の方の支援を市町村と連携をして行き渡るようにしていただきたいと思います。大変お母さんたちは不安がっております。情報等もなく、この子どもの成長に対してのそのどのように育てていけばいいか、そして保育所の申し込みや幼稚園の申し込みと学校への相談、なかなか子どもを抱えて相談ができない状態だそうです。ぜひ県の方も市町村と連携して、そういった医療的ケア児の保護者の支援を強化していただきたいと思います。はい、次に移ります。はい、終わりましたね。すみませんでした。ぜひ今回私が質問した質
問に対して答弁された内容はしっかりと皆さん受け止めていただいて、ぜひ実現をして、また強化をしていただきたいと思います。どうもありがとうございました。